すいません、はい、唐突で申し訳ないんですけど、うん、水沢さんの走り方がすごく気持ち悪いっていう、うん、気持ちが悪い、はい、こうキモいってことかな。そうです、ちょっと特徴的な走り方っていう、ね、そう、はい、すごく真面目に走ってるだけなんだけどねでもそのままでいくと多分今後の人生、うん、まあ、バカにされたりとか指摘されたりとかっていう暗い人生を送られてしまうんじゃないかなって心配もこっちもありますので。そんなに結構大丈夫ダメな感じ引き金になってる人生、まあ、ご自身ではそう聞いてない部分もあると思うんですけども、全然今のところ全然入ってこない話が理解が全然できない。じゃいくね、はい。ああ、なるほど、うん、問題ないし、もう一回いいですか。え、もう一回、はい、いくよ。問題ないでしょ、はい、なんかこう、お化けが寄ってきたみたいな感じ問題なかったでしょ、この時代。で、前傾姿勢にならないように背筋を伸ばす。で、ももを高く上げます。いかがでしょうか。だいぶ綺麗だったと思います。本当？はい。でも自分的にはだいぶ違和感あるけどね。本当ですか？すごい違和感だよ。最初よりもこっちの方が綺麗ですね。